はい。今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野。訪問リハビリテーションという単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は、退院日から3ヶ月以内に行われた場合についてのみ加算される。訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は、退院日から3ヶ月以内に行われた場合についてのみ加算される。 というふうふににありりりまますすがこれは誤りになります短期集中リハビリテーション実施加算は退院日あるいは退所日あるいは要介護認定の認定日から3ヶ月以内に集中的に個別リハというものが行われた場合に算定できる加算ということになっています。退所日それから要介護認定の認定日といったものもありますので。 これも抑えておくといいですね。そこから3ヶ月以内に集中的に個別,個別リハというものを提供した際に算定できるものになりますで。ちなみにですね、この短期集中リハビリテーション実施加算というものを算定するためにはリハビリテーションマネジメント加算とリハマネ加算と言われるものですねリハビリテーションマネジメント加算、まあ、これは1、2とそれぞれあるんですけれどもこの1または2のいずれかを算定していると。 いうのが前提条件にあるわけなんですねこのリハマネ加算ですねリハマネ加算と言われるものを算定していて初めてこの短期集中リハビリテーション実施加算というものも算定できますのでその点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思いますでちなみに訪問リハに関わる加算としてはですね その訪問リハビリテーション事業所で算定するわけではないんですけれども、まあ、訪問リハがリ,リハビリテーション事業所が関わるものとしてはですねあの訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所の理学療法士が利用者3択に訪問する際に合わせてですね自分も訪問して訪問介護計画っていうものを立てた時にはその際には 生活機能向上連携加算というものがありましてこれを算定できるというふうになっているわけなんですね、まあ、これはあくまでも訪問介護の訪問介護事業所の加算ということにはなりますけれども訪問介護事業所の佐々木さんですねサービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所の理学療法士なんかが その利用者さん宅に訪問する際に合わせて訪問して訪問介護計画なんかを立てた時には生活機能向上連携加算というものが算定できるということですね。まあ、これも訪問リハビリテーションというものが関わる加算になりますので、まあ、ちょっと頭の片隅にでもですね置いておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は退院日から3ヶ月以内に行われた場合についてのみ加算される。 というふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。